行政院研究発展工学委員会は、政策の科学的な研究と計画立案、政府の施政計画の追跡調査や観察業務を行っていた、中華民国行政院に属する機関。2014年1月22日、行政院経済建設委員会と合併して、国家発展委員会が新設されたことで、廃止された。陳幸平用や林郭清義。